もうね、引っ越し、3週間前ぐらいなんですけども、ね、ちょっととんでもないことが起こりまして、車をぶつけられました。で、まあ、後ろから追突されたんですけども、車ね、もう2週間ぐらいで売ろうと思ってたんですよ。で、なんかその手配とかも、ぼちぼちしようかなっていう時期だったんですけども、状況的にはどういう感じだったかっていうと、スーパーのね、グローサリーストアの駐車場からこう出ようとして、一旦停止があるんで、そこで止まった時に、後ろから来た車に追突されたんですね。乗ってたドライバーが、ちょっとね、まだ免許取り立ての、高校生の17歳ぐらいの若い女の子で、で、ちょっとブレーキとアクセルを踏み間違えたって言って、すごい動揺してたんですけども、なんかね、年配のドライバーの人でそういう事故をよく聞くんですけど、若い子でもそういうのあるんやなと思ってびっくりしたんですけども、結構ね、だからもう、ブレーキ踏むはずが、アクセルだったんで、スピードは出てなかったけれども、ギュッとアクセル踏んだんで、ゴンと当たって、結構ね、こう、ドーンと振動はあったんですけども、別にでも、鞭打ちとかそういうのはなくて大丈夫やったんですが、ご両親の車を乗ってたみたいで、本人じゃちょっと対応できない感じだったんで、連絡して、なんかお母さん来てもらって、で、うちもね、近所のスーパーやったんで、でも私も、まあ、ずっと動画見ていただいてる方だったらご存知かと思うんですけれども、去年の1月かにもお釜掘られて、追突されてるんですよ。なんかね、車、そのお釜掘られた3回目なんですよね。だから7年行って3回目やから、まあまあ多くて、なんかあんまりなんかそのついてない車なんかなっていう感じなんですが、そう。ねえ、まあなんかそんな、経験もあり、ちょっとなんか慣れたもんでっていうのもおかしいけど、まあ慣れたくないけどね。で、まあどういうふうな情報を取ったらいいかとか、どういうふうに手続きしたらいいか、なんとなくはまあ私も分かってたんですけども、一応念のために J に電話して来てもらって、で、向こうはお母さん来てもらって、んで、どういうふうにしていくかっていうのを話しました。はい、お母さんも来た時になんかもうすごい謝ってはって、まあその本人もそう謝ってたんですけども、ご不便をおかけして申し訳ないですみたいな感じでは言ってたんで、なんかその変な人ではない感じなんですね。で、だけれども100%向こうの責任なんでね、何らかの形でうちのその車修理してもらうことになるんですけれども、いかんせん出発3週間前でしょ。で、もう車を売ろうとしてた2週間前で、で、今コロナだから、車の修理が全然予約取れないんですよ、これまた。ほんで、その事故があって、それ土曜日。で、日曜日はまあ、リペアショップお休みやから、月曜日、朝一で電話して、で、車持ってって、で、見積もりを出してもらったんだけれども、実際修理するとなると、11月まで予約がいっぱいやっていうことで、絶対その修理するっていうのは無理なんで、もうこのまま、まあ、ちょっとダメージあるまま、車を売っていこうと思ってます。はい。なんせね、もうそういうのがあって、いや、今はそんなにまだ忙しくないんですけども、今からまあちょっと荷物詰めたり、不要なものを全部捨てたりとか、そういうのをやっていこうと思ってて、来週からちょっと忙しく、もう毎日バタバタすると思うんですけど、そのタイミングでこれだったんで、ちょっとなんか大変やったんですけども、まあまあまあ、ね、怒ってしまってもしょうがないんで、ということで、まあちょっとびっくりしました。はい。それで、体は全然元気です。私も相手側も、女の子も全然大丈夫なんで、まあ不幸中の幸いで、まあ誰も怪我なくてよかったです。はい。ということでね、そんなことがありました。で、もう今から3週間もないかもぐらいになってきたんで、今ね、なんか物をなるべく減らしたりっていうぐらいしかしてなくて、全然パッキング始めてないんですよ。なんで、来週、ちょっと集中してやっていこうかなと思ってます。今、結構ね、日本人のお友達とかで、いろいろ誘っていただいて、結構ね、プレイデートみたいな感じで、まあ夏休み、この辺いろんなとこでイベントがあって、なんか水遊びができる公園とかで、フリーランチとかって、なんかランチをタダで配ってくれるんですよ。そういうのをもらって、まあ子供を公園で遊ばせたりとかっていうのが、ほぼなんか毎日どっかでやってたりするんで、なんかそういうのを
みんなで一緒に行ったりして、なんか楽しんでます、夏休み。だからね、なんか結構、バタ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 してて、楽しいからいいんですけども、全然引っ越しの用意ができてないっていう状況なんで、まあ大丈夫かっていう感じですけども、いらない家具とかは、徐々に売ったり、誰かにあげたりしてるんで、あとはね、まあ、細々した、ものは、まあ最悪ね、まあ2本持っていくか、まあ倉庫に入れるかわかんないですけども、まあ後でゆっくりね、処分したりしていってもいいかなっていう感じです。はい。そう、荷物をね、どういうふうに分けていくかっていうのは、また実際その時になったビデオを撮りたいと思うんですけれども、大きく分けて4つ荷物を分けるんですね。だからまず自分たちが飛行機で行く時に持っていく荷物でしょ、エクスプレスっていう感じで、向こうのね家が決まるまでマンションとかに短期間住むと思うんですけども、その間にね必要なものとかを送る荷物っていうのと、そのハウスホールドグッズって言って大きな家具とか、そんなねすぐには必要じゃないけれども、家が決まってから必要になるようなもの、冬物の洋服とかもそうですし、まあ大きな家具と、特にすぐには必要ではないけれども、だけどまあ持っていくものっていう荷物と、あとはねストレージに、その倉庫にこっち側で入れる荷物っていうので、4つに荷物を分けないといけないんですね。で、順番的にはそのエクスプレスっていうすぐに必要になるものがまず取りに来て、ほんでその次にハウスホールドグッズ、大きなもの、家具とかで、最後にこっちでストレージに入れるものっていうのが取りに来るっていう順番なので、なんかよく考えて出していかないと、まあ、ちょっと間違えるとえらいことになってしまうんで、そうそう、なんか結構、引っ越す人が間違えたのか、その運んでくれる人が間違えたのかわかんないですけども、自分たちのパスポートが、それハウスホールドグッズに入ったんかな、倉庫に入ったんかわかんないですけど、どっかの荷物に入っちゃって、えらいことになった人とか、話聞いたのは赤ちゃんとかいるとこで、うんちとかおしっこをしたおむつのゴミで出すはずのものが一緒にパックされちゃって、ハウスホールドに行ったのかな？なんか届いた時にはもうカピカピになっていたっていうのとか、そんななんか間違いとかもよく聞くんで、気をつけないといけないなとか思って、そうそう。で、まあ、友達とか聞いたりして、どういう風にやるのが効率的なんかとか、まあ、なんか一つの部屋に固めて、わかりやすくするとか、まあ、なんかそういうので、ちょっといろいろ考えながらやっていこうと思うんですけれども、という感じで、それを、まあ、ちょっと仕分けたりするのを、来週やっていこうかなと思ってます。はい。まあね、今そんな状況です。ここの今の家は持ち家なんですけれども、とりあえず今売らずに、まあ貸していこうかなと思ってます。それで、まあそれの手続きとかを、まあいろいろやって、今貸し出しのリスティングっていうのかな？は出してるんですけども、ちょこっとたまに案内が入ったりとかするんですが、っていう感じで、まあいろいろ同時進行で、いろいろやってってます。で、まあ、ほとんどね、J がやってくれてるんで、私は助かってるんですけれども、まあね、できる限りのことは、まあ、しますけど、はい。とか言いながら、全然進んでへんな。うん、大丈夫かなとか思うんですけども、なんかでもあんまりそこ、もっと焦るかなと思ったら、なんか全然焦ってなくて、多分、来週後半とかなったら、めちゃくちゃ焦ってくるんだと思います。はい。そんなトラブルがあったんですけれども、前に進むしかないっていうことで、ね、できることをもう淡々と進めていくしかないんで、ちょっとやっていきたいと思います。はい。まあなんか進展があれば、またお知らせというか、ご連絡したいと思います。はい。ではまた。